はい、今回はコーヒー自分で弾けるカフェに行って、うん、でその後エリンゴが今までずっと欲しかったって言ってたビンディングとあとグラサン買いに行ってんな。ついにね。ついにな。去年の11月末に初めて年明けには買いに行こうって言ってたやつが今、うん、今ついに向かっております。めっちゃ遅くなったよね。なかなかな行く機会なかったもんな。結婚式やらなんやらな。あ、そうやね、うんうんうん、そうそう、結婚式あたりで本当はビンディングシューズ買いに行って富士ヒルやねって言ってたけど、そう結局ね、うん、結婚式がの準備がまさかこんなに大変だとは。まあ楽しく準備はできたけどな、うんうんね、平日も夜中の2時までねガンガンチャート作って。楽しかったね。だがそれもついに買いに行っております。はい、だけど最初はカフェやな。あ、そうやね、カフェに向かってんねん、うん、どうやってっけこれ日清か、うん、日清でなんか1週間ぐらい前にインスタで見て、うん、なんか田んぼの中になんかひっそりとあるコーヒー屋さんで自分で豆が挽けて、うん、なんかそれを美味しく入れてくれるって聞いてて、うんうんうん、めっちゃ行きたいと思って なんか、うん、田んぼの中にあるみたいな雰囲気やったよな、うんうんうん、あんで着いたわね。すごい混んでたよね。いや、めっちゃ混んでたね。めっちゃ混んでたし、駐車場パンパンやったからさ、うん、自転車で行ってよかったなと思ったよな。うん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 、めちゃめちゃ混みすぎてて、うん、店主の人が驚いてたもんね。いや、もう多分いきなりインスタでさ拡散されてから人が来すぎてて、うん、そうで、なんかもうちょっと余裕なくなってはって、うん、今日朝からこんな感じなんですよ。いや、そうなんか多分伝票見比べてどれかどこやっけ。あ、そうこんな伝票並んだことあるかみたいな顔してたもん。あんでこれな、そうこれさ、コーヒーゼリーめちゃ美味しそうじゃなかった、うん、美味しそうだったな。でもブレンドコーヒー頼んだからね。あ、せやな、うん、うんうん、あんでこの景色よね。あんで弾いとる。この音めっちゃ好きなんだよね。あー、だけどこの音は、うん、この動画には入りません。そうだ。俺らが収録してる時だけ入らんやん。めっちゃいい音、めっちゃいい音。な、めっちゃいい音してる。めっちゃいい音。言っても伝わらん。だからほんまに、なんかあれやんな、うん。楽しく弾ける感じで、音とな、匂い楽しみながらできたよな、これ。そう、ちゃんと匂い嗅いでくださいね。いや、そう。で、俺はベイクドチーズケーキ。ね。で、このコーヒーの器もな、選んで、うん、選ばせてもらえてな。うんうん、私は可愛い。何これ。タルコブルー、あ、トルコブルー、トルコブルー、 なんて言うんだろう、なんかめちゃめちゃうざい顔してなかった。いや、美味しいって聞いたら、うん、美味しいって言ってた。そう、この窓がねめっちゃ良かったんだよね。いや、そう田んぼの時期もちょうどいい時期に行ったもんな、うんうんうん、稲穂がねめちゃめちゃ育ってて、そうで、ここ動画短いのはあんまり動画撮れる雰囲気じゃなかった、うん、そう、なんかね動画撮るとかじゃなくて普通にコーヒーを楽しんでたよ、ね、そうなんかほんまに、うん、なんか店内の、うん、そう時間がゆっくり過ごしてて、うん、ほんまにリラックスできた、ね、すごいカフェやった、ね、また行かん、行きたい なんか異世界だったよね。なんか、いや、ほんま時間の流れがゆっくりだったしな。あそこ行ったら城も見れるしな。謎のね、謎の城。立派な城もなんかありました。なんか初め個人が趣味で建てた家かなと思ったけど、そうそう。それが規模はちっちゃいけどちゃんとした城だったね、うん、立派な城やった、うん、なんとか城やったよね。あ、そう名前ついとった、うん、で次はこれあれやな、うん、ビンディング探しに行こうって言って最初神ハギサイクルやったっけ、うん、神ハギサイクルさんに向かっておりますの緑店か、うん、この前行ったのは何店や、一宮小牧か、うん、小牧のとこ行ったから今回は、うん、緑店か、うん、でね、突然の大雨大雨やばかったやろ。ここでも全身びしょびしょになったところで雨宿りするっていう。もうええんちゃうとか言いながらな。あ、だけどこのさ、うん、緑店までの道ちょっと何線か忘れたけど、うんうん、走りやすい道多かったよな。走りやすかった、うん、このね、なんか白線と歩道の間も広かったし。あ、そう、うん、あ、で温泉もあってな、うん、
あ、で、ついたわ。そう、カミハギサイクルさんの動画、これで終わるけど、撮ってなかったっていう。撮ってた。マスク借りたりしたところは映ってません。そう、優しくて、私が多分道中で、うん、あのポケットに入れてたマスクを落としたんですけども、なそれをカミハギサイクルさんに伝えたら、うん、そういう人用にマスク配ってるんですよ。あ、そう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 。で、帰るときな、その、うん、そのジャージかっこいいですねとか言ってもらって、ね、で、そうそうそう、そう、いつも動画とか見てるんですよって言って、うん、あ、それ多分兄の方ですね。あ、そうそうそう、お兄さんとかなちゃんの動画見てるって言ってくれて、なんかね、嬉しかったよな、うん、あれな。なんかすごく細かい感じしたよね。あ、そうやね。なんか私たちまでありがとうございますみたいな。加藤サイクル行った時もそう言われたよ。言われた言われた。そのジャージかっこいいですね。そうそうそう。愛知にもエンジンが広まっています。さすが兄貴たちの力がねえひしひしと感じたよ、ね、感じた。俺らも知ってもらえればな。ねえ、あどもって、あどもって。ちょっと陰キャやからな。え、そうそうそう、もうキモかったよね。私たちはあどもみたいな対応やばかった。対応やばかった。ちょっとねえ、な、陰キャ卒業したいね。で、これあれか、昼ご飯探しにうどん屋行ってたけど、六角うどんっていうところが閉まってもうてて、うん、で、次なんか違う蕎麦屋に来てんな、これな、ね、なんだっけ、ここ名前ちょっと見ずに来たけど、名前はね、忘れちゃったよな、うん、でもすごい美味しい、うん、美味しかったよな、蕎麦屋さんだった。で、なんか調べたらちょっと有名なとこやってんな。そう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 、てかリーズナブルでめっちゃ美味しかったよな、うん。夏はこういうちょっとさっぱりさ、うん、すっきりずるずるいけるもんがええよ。いや、ほんとだってもう冷たいおうどんしか食べたくないって思ってたもん。あ、そばもいいなと思って。ああ、もうエリンゴがうどん食いたいって言ったから、うん、うどんだけを探して回ってたけど、ね、な、そばでもよかった。そばでもよかったな。美味しかった。で、腹ごしらえをして、うん、あれやな、ワイズロードやな、うん、次はワイズロードの名古屋店に向かってます、うん、ここは愛知の大都会、久山通り。あれかさ、ここのさ、道めっちゃ良くなかった？この自転車用のさ、歩道がちゃんとこうやって車道というか分かれててさ、ね、ここすごかったよな。なんかちゃんと都会であればここぐらいな気がする。いや、俺もなんかそんな気するわ、うん、そう、愛知県のわからないけど、交通担当の人もとサイクリングロードを作ってください、うん、ほんまな。ここできてるんやったらもうちょっと違うとこもできるはずや、ね、うん、できるはず。お願いします。愛知はね、そう、路中が多くて困っております。いや、ほんまよ。あ、だからああいうの作ってもさ、結局路中で阻まれるから、うん、あれよあれよあれよ、この道はガードレールがちゃんとあるから。そうそうそう、守られてるんよ。その自転車用道なおかつガードレールでカバーされてる、うん、あ、そう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 、安心感半端なかった、うん、はんでこれ、ね、お金がかかるんでしょうね。まあね、うん、で、ビンディングね、うん、ウェア館の方に来てビンディングを試着、ね、結構力いるね、言うとる、うん。ちなみに私もこの時、うん、結構疲れていました。あ、そうなん。全然感じてへんかったわ。ボロボロでございます。若干テンションなんかあれやな、うん、2割ぐらい下がってるなとは思ってたけど。あと、いつお買い物の時なんかイエーイって感じなのに、そう、イエーイって感じ。控えめな雰囲気してたもん、うん、あーでな、そう、夏用のね、うん、なんていうんですか、冷パン、うんうん、ね、かなちゃんからもらったやつしかないから、うん、やっぱもう一枚欲しいということで、これも買った後？これもあれよ、買ったって言ってる、買ったって言ってるね、買っちったって。次回からまた楽しくなるね、ハム太郎。最近ハム太郎出がち。あ、で、これ調整してもらってんねんな、今ワイズロードでな。そう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 、自転車の条例をね、メンテナンスしてもらっています、うんうん、で、それの待ち時間に近くのスーパーとか杉ドラッグやったっけ。そう、杉ドラッグの中にイートインスペースがあって、うんうん、それをカフェって呼んでた。あ、そうそうそう。あ、これカフェか。なあ、あそこあったから助かったよ。助かった助かった、ほんと何もなかったもんね。で、シュークリームをチャージして帰っております、うん。
晴れ綺麗やな、やっぱ空がな、夏の空が。朝から出てこん時も5時半とか、あ、そうそう、こん時5時半。こんな長くね、ロード乗って外出てることあんまないよね。ない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 、初めてやったんじゃん、うん、朝出てまあ日暮れがけに帰ってくるのはなかなかない、うん、なかなかないよね。あ、路中が、うん、うん、夏がね終わりそうな空してるって言ってました動画の声映らないから、あ、そういうことで帰りはなんかまた新しい道で帰って、うん、ないつもやったらその庄内川と八田川か、うんうん、サイクリングロードでね、そうそうそう、帰るんだけど、うん、あの絶望の顔したカエルがおる、あ、そうそうそう、あのカエルどうなってるかな、また草にまみれてるいやーもう絶対草にまみれてるよでもあそこの草もう飼っても飼っても多分生えてきてるもん、せやな、うん、じゃあ次、まあ、ビンディング届いてビンディングの練習しに川沿い行って、うん、うんうんうん、ちょっと走る練習しようか、あ、そうやね、ないやー、ビンディングこけるの怖いな、いやもう一回こけといたら、うん、まあこけるってこんなもんかと思う、あー、そういうことね、うん、まあ俺も一回こけたよ、あ、え、ほんと、こけて、あ、うん、結構、あ、こういう感じで倒れんねんなっていうのはあの、わかるあ、外れない、あ、みたいな、あ、そうそう、あ、え、ああ、でもこれ晩ご飯ね、晩ご飯ね、うん、エリンゴサク、ね、チキンテリ、あ、うん、これこれは何だったっけ、テレビで見たんだよね、そうそうそうだ、ラビットで見たんだ、ラビットで見て、あ、せやせや、そう、食べたいってなって、自分食べたことなかったんな、なかったなかった、なんなら初めて見たよ、あ、ほんまに、うん、めっちゃ美味しかったちびちび食べれる感が良かったよな、うん、これな、え、でも驚くほどさ、うん、ちょっと食べてさ、ふーってやってたら、うん、あ、ニュ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 って出てくるからさめっちゃびっくりした、なんかこれほんまに美味しかった、バニラビーンズ入ってんの初めて見たよこれ、あ、本当？なあ、だからなんかさ普通のちょっと高級なアイスって感じだった、うん、いや、そう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 、めちゃめちゃ美味しかった、美味しかった、あれまた食べなかった、うん、自分も変えたし、いい休日でしたね、ほんまやな、うん、次はビンディングの練習しに行こうな、練習しましょう、よし、よっしゃ、ほな、また、はい、お願いします、いつもありがとうございます、ありがとうございます、あ、パクリじゃん今のはカットした